ここ知ってる？行ったことあるけど行ったことない、まさかのデートスポットを紹介、場所の詳細は最後に。どうも僕たちは飢えてても旅に出かける旅行人間、今度のデートどこに行けばいいか悩んでない？実はここ海外にいるあの人もビビる、プラネタリウムとカフェの二刀流、みんな暗いところ好きでしょ？それだけじゃない、実はここ空港で展望デッキや非日常感も味わえる。空港なんて飛行機に乗らないのに行かないよって人、実は僕もそう思ってました。でもよく考えるとプラネタリウム、カフェ、夜景、非日常感、実はデートの悪魔が揃ってる。そんなここは羽田空港第3ターミナルにあるスターリーカフェ、忘れないように保存してね。